こんにちはのです今回はね、行方不明のお話なんですけども、つい10日前ですか、えー、と8月29日のニュースで10日前って言ってますから、今日からちょうど10日前なんでしょうね、富山県でその高岡市っていうところで、あの2歳児の方がね、行方不明になっちゃって、10日出てこないんですよ。 で捜査員もだいぶ出てボランティアの方も数百名とか1,000名規模で延べで出てるんじゃないかなと思うんですけどもちょっとね手がかりがないということなんですよで2歳の男の子が家にいてねその日はちょっと小雨が降ってたらしいんですけども、まあ、お母さんと他の兄弟と過ごしてるところちょっと目を離してねほんと5分も経たないような時に、えー、のこの2歳児がねもう自分でも歩けるようになって自分でもこの戸のね ノブを回せるよよううになった時期だと思うんですよ好奇心旺盛で,で裏口の方かどっかからねポンと出ていったのでしょうドアが開いてたというねことも聞いてますけどもちょっとね気が付くといなくって周りを探したらもういなかったとさっきほんと数分前45分前に見てちょっと目を離したらもういなくって慌てて周りを探したけどもういないっていう感じなんですよねそれ以来もう見つかってないとでこれが土曜日の話だったらしいんですけども この地区ってのは土日は極端に人通りが少なくなって目撃証言も得られにくいということとまあ雨が降っていたってところもあってね外出を控える方も多かったんでしょうでも裸足のまんまで男の子がその 2, 2歳児の子がね歩いていって目立たないわけがないですよねそれこそどうしたのって声もかけると思いますしまあ考えたくないんですけども 悪い考えの人と出会っちゃうと、まあ、そのまんまね足取りがつかめないってこともなんかこう考えちゃったりするんですよねで当日は雨も降っていた関係で近くの水路がものすごく増水していたり流れが速かったりってところがあって、まあ、川とかも捜索したらしいんですけどねそそれこそ水中中ドドロローーンンや空中ドローンを使って 手がかりを探したけども何一つ、まあ、出てこなくて手がかりがほとんどなしとで警察犬を出したら近くの神社のあたりで匂いが消えていて防犯カメラにはその道すがら姿がなかったということで、まあ、通ってるか通ってないか分かりませんけどもカメラには映ってなかったっていうことが分かっていますで以上で手がかりは終わりなんですようん,なんかね2歳児がそんなに遠くに行くもはずもないんですけどもね食べ物もないですし土地勘もないですしね どうなんですかねなんか非常に、まあ、身につまされるというかねあの多分この家庭を預かっていたのがお母さんだと思いますしお父さんはちょっと外出していたんだと思いますけどもお仕事とかでねなんかあれから10日間本当になんかこう身の詰まる思いで過ごされてるんだろうなと思うと一刻も早く見つかってほしいなと思うばかりでございます。